そうです、行きました向こうにも。これあの大阪の楽器屋にちょうどコロナの始まる直前ぐらいに買いに行って、結局ずっと使えずに2年間ちょっと温存してたんですけど、あの半分衝動買いで買っちゃいましたけど、simple twist, oh great.